では、えーとえー、こちらですね、リスクファイブアーキテクチャを適用し、派生させた高度な SIMD アーキテクチャということで、えーとまあ、タンあの学生のですが、タンクとリアルコン、あとあの私、山口の方で進めていた話について、簡単に紹介させていただきたいと思います。 でえーとまあ、アウトラインは、まあ、あのこんな形で研究背景と目的とかあとは、まあ、方法実装あとはその実装結果と結,あの結論ということで、えー、と簡単に説明させていただきたいと思いますでまずあの背景からですが、えー、と私たちの研究室はどちらかというと FPGA というものを中心に使ってそれに関して研究を行ってきたのですが えとちょっとですね、FPGA の機能だけではあのやっぱり足りない、足りないというのは何かというと、いろいろなアプリケーションを実装するときにです、ね、複雑な制御を行う部分に関しては、やはりあのジェネラルパーパスな部分を、まあ、取り込んだほうがあの行いやすいということがあるので、えー、とそういった、あのまあ、最初はまあシングルコアからだったんですが、その後まあマルチコア、メニコアということで、ちょっと研究をしていました。 で、えっとざっくりとこちら紹介になるんですが、えっ、ー、と一番最初はあのスーパー h っていうことであの日立のですね。あの、マイコンの方をここちらを使っていったっていうのがありました。で、えっ、ーと,えー、と。ただ、あのえっとま産業的にというか、あの共同研究させていただいたところとか。 とかに関してはやっぱり良かったと思うんですが、アカデミックにはちょっとやっぱりちょっとレガシーすぎるんじゃないっていうことで、ちょっとあんまり興味を持っていただけなかったっていうことがあって、実はちょっと ARM の方に、えー、と変更して、ARM をですね、あの、まあ、FPGA に実装するということで、あの、スクラッチからあの、書いてですね、で、あの、実際にその ARM の、まあ、あの、 インンストラクションセットをそのまま使えるというものも使ってそれをあの1次元の構成2次元の構成とか書いたりということをしていましたただあのそうしたところ、えー、とやはりそれを公開するとなったらですねあの実際アームの方からストップがかかりまして、えー、とそういったものはしてくれるなということでですねでやはりあのそういった権利 というものに関して、えー、あるものだとやっぱり使いにくいなということで、えー、と独自の,の ISA を使ってですね。で、これはちょっとその、えー、といろいろあの国の方の,あのプロジェクト等もあったので、そういったことで高性能計算機っていうことを、まあ、意識してですねあの、オリジナルのインストラクションセットアーキテク使った SIMD とかっていうのも作っていたんですが、あのまあえー、そこそこ成功はしたものの、 やはりあの使い勝手等が悪いというようなこともあってですね、現在、その,あの一部に関しては続けているのですが、結局のところ、たどり着いたところというのは、やっぱりオープンなあのリスク5の,あのアーキテクチャということでですね、やはりこれ使いやすいかなと、加えたあのこの拡張命令セットの部分をうまく使ったら、なんかいろいろできるんじゃないかということで、ちょっといろいろ えとこちらで検討というか試していたところをあのお話をいただいて今日あのこちらで紹介させていただくという話になります。だからあの我々のところはあのリスクファイ5やはりそのオープンな上に自分たちである程度あの興味持った部分についてはカスタマイズできるというこういったところがやっぱり非常に大きな魅力じゃないかと思っていてえと現在使っているという話になります。えー、とまあリスクファイ5のインストラクションセットを アーキテクチャについては、もうすでにあの皆さんご存じだと思うので、多くはあの話しませんが、われわれのところとしては、ここ赤で囲ってあるところとかですね、カスタムって書いてあるところ、こういった部分のところが、あ今日のまあお話にあのつながっていきます。 で、まあ、あの方法というか、えーとでまあね、何かというと、あのここですね、リザーブズっていうようなところとか、ここありますが、ここに、まああのえー、と自分たちの独自のものを、まあ、あの加えていくというような話になります。で、えっ、ーと,まあ、と思いついた限りというか、FPGA の上で、しかもその、まあ、どちらかというと組み込み向けということで考えて、1個の FPGA で処理する。 っってていいうことをまあ考えていった時にですね最近だと大きくなったから AI のアプリケーションとかあの行列計算とかあとはまあデータベースの簡単な組み込みデータベースの計算なんていうのもできると思いますがまずは、えー、5G とか、まあ、通信ということもよくあるので FFT とかちょっとまずあの試しに実装してみようかということで、えー、と今回はですねその FFT の実装っていうところに関して紹介させていただきます。 FFT 自身はこのようなバタフライ演算というふうな言い方とかあるかもしれませんがこういった計算で簡単に2の n 乗という形というか制約があったりしますが計算できますよという話があると思います。これを実際にですね SIMD とかでうちの研究室でも計算とかしていたんですがやはりいろいろと あまあ、あのあの計算するっていうすあに SIMD を使うことによって早くできる要素っていうのももちろんたくさんあります。えっ、ー、と、まあ、第一ステージのところであれば、ここら辺でその、まあ、プラスの演算とかマイナス演算とかっていうか固まっているので、まあ、じゃあそこの部分をうまくまとめて計算すればいいじゃないかという話があると思うんですが。で、えっ、ー、と、実際にそのですね、 そういったものをどういうふうにまあ計算するかっていうと、こういうふうにですね、リアルナンバーとまあイマジナリーということで、これ赤のと緑のところ、あとはこっちもですね赤と紫というふうに書いてありますが、それぞれメモリにおいて、で、実際計算するときには計算するということで、こういった形で,ですね、ああ冗談して、引き算してとかっていうことで、こういうふうに書き込んでいって、ああ計算をしていけばいいと。で、ま,ううまずこういう話があります。 で次に、ああここでですねあの実際に C0 と C1 とかっていうような形でえ計算するときにもまあこういった形でまあ足し算とか引き算とか計算するっていう話があります。ただ問題はですね、やはりそのデータをどう交換するかっていう部分なんですね。 えと計算するっていうところではあのもちろんそのただ単純にうまくまあ,あの足し算だった足し算引き算だった引き算まあ合わせていけばいいじゃないかっていう話があると思うんですがえっ、ー、とだんだんとですねステージがあの進むにつながって、えー、足し算だけのところから引き算だけっていうか足し算引き算とかいうふうな形でこう、まあ、ミックスになっていったりあとはデータをまあどん,どん細かく交換していったりっていうようなこういったところが発生します。でそういった時に、えー、とに まあ何クロック目かっていうかまあ例えば N クロック目にあの足し算だけ計算する N プラス1クロック目に引き算だけ計算するでえとこれをまあ交互に繰り返していくっていうようなことはもちろんそれはそれでいいんですがこの灰色のところはやっぱりこうもったいないからここの部分をやっぱりどうにかしてうまく使いたいじゃあリスク5でなんかそういう命令を作ったらいいんじゃないかっていうところでですね えとこういったのデュアルあのインストラクションっていうような言い方をあの我々は呼んでですが、もう命令を2系統流してしまえと。で、命令を2系統流して、どっちかの命令をまあ採用する。つまり、何かというと、そのプラスマイナスとかっていうことで細かくあった場合には、こちらですね、計算をどあすいません、同時に行いたいっていうところで、プラス。 およびそのマイナスっていうのをもう2つ命令をプラスの方はプラスマイナスの方はマイナスの方をまあ選択機セレクターでですね、えー、選択して、えーとまあ、計算していけばあ常にその演算効率が100%に近づくということで、えー、と実際の,、まああのえー、とトータルのというかその理想的な演算性能っていうのはあくまでも16個の プロセッサープロセッシングエレメントっていうか、16個のリスクプロセッサーだから変わらないけれども、実行の効率ですね、だからあの常に50%とかではなく100、100%に使うということで、理想に近いえと演算性能を得ることができるっていう点で、こういった方がいいんじゃないかということで、ああ提案してですね、実際これに関して、じゃあどういうふうに実装していったらいいかっていうことをまああの確かめていきました。 ですねえと加えてその計算だけではなく、ですねあのまあデータを交換するということも、右方向にデータを移動させる、左方向にデータを移動させるという話もあるので、こういったことに関しても、データの移動ですねあの2つの命令セット、まま2つの命令を流して、ですねえと青、水色のほうに関しては、データを右に送る、緑のほうに関しては、左データを送るとか、こういったことをすれば、 データを交換するということに関しても、やはりこいつは挙げられるだろうと。で、実際、それをどういうふうに実装したかっていう話になるんですが、FPGA の上にですね、あのこちらはもうあの普通にリスク5コアのを置いていきます、だからこちらのリスク5のコア一つ一つというものは、あのまあ基本的には普通のリスク5コアだと思ってください。 で違いは、ですねこの前にあのこう洗濯機というか、茶色い台形があると思いますが、ここの部分でえと命令を切り分けます。命令をまあ分けるというのは何かというと、この茶色い台形につながっているあの線をずっとこちら、たどっていただくと、こちらにインストラクションシーケンサーというものがありますが、そのインストラクションシーケンサーの中で,で、このインストラクションメモリーというのが2種類ありまして、ここから2つの命令を同時に発行します。 で同時に発行して、こちら緑色の線がありますが、緑色の線が、えー、とそのマスクという話になって,て、ですねどっちの,あの、まあえー、命令を有効にするかっていうのを、ここのマスクメモリーというところで切り替えるようになっています。なので、えー、とちょっとそういった意味では、あの通常のリスク5の,あのプロセッサーと比べて、えー、と命令の,あのインストラクションキャッシュというか、インストラクションメモリーの量が多く。 はなるんですがただあの、まあ、こちらですね、32bit、32bit、あとはマスクっていうものが必要で、6bit ってありますが、こういった形の構成で実際にあの動作をさせるということをしています。で、えーと、点線で書いたところ、マスターコントローラーとかメモリーアーキテクチャーとかメインメモリーとかっていうこ、ここの部分に関しては、えー、とすいません、えーと、現在ですね、まだあのこちらはじ、まあ、研究始めたばかりということもあって、えー、と現在実装中ですが、こちらの方も、あの えとまあ、これからというか、今後あの作っていって、一つの,あの、まあ、プロセッサーシステムとして、えー、と動かしていく予定です。でえー、と実際、その FFT の,の実装、じゃあ、この先ほどあの紹介させていただいたまあ4ステージのものとか、どういうふうに実装するんですかというときにです、ね、例えばステージ1だったら、こういうふうにあの縦、上半分が足し算、下半分が引き算。 ステージ2の場合だったら、えー、と1列ごと交互にですね、あの上が足し算で、えー、と下があの1列目と3列目が足し算で、2列目と4列目の緑が引き算。ステージ3だったら、左の2列が、えー、と足し算で、右の2列が引き算。ステージ4だったら、えー、と一番左、まあだれえー、と縦のですね、えー、と方で、えー、とまあ一 1>, 1, 行目1列目と3列目が、えー、と足し算で2列目と4列目が引き算とこういった形になっています。でえー、とで現在、ですねあの、まあえー、とマスクですがあの実際にはまあ3ビット、まあ、だけというような形で使っていてです、ね、あのこういったマスクパターンを用意しています。えー、FFT に関してはあのこの000と001という,とっていうあのローベース。 のあのだら行を中心にしたあのマスクと、えー、列を通信したマスクでこちらもあの本当にこういったマスクがいいかっていうのはまあ確かにあるんですが、えー、と一つ一つですねえっ、ー、とまああのマスクを指定していくと現在あのまあこちらなんでこうあの8行8列になってるかというと64個の,あのプロセッサーあのリスクファイルまで実装することができるようになってるんですが、えー、64個1個1個 をまあ指定すするっていうのもいいうのんですがそうするとちょっとあのデータ線っていうか FPGA の中のリソースを使いすぎるのでえとなるべくその行だけとか列だけとかですねある程度そのパターンに分けてえとちょっとその配線リソースとかあとはそのメモリの量を減らすっていうことを実はしています。この010からあのだんだんと斜めになってたりとかちょっと変かなと思うところあるかもしれませんがここら辺については将来的にはあの AI のコンボリューションともう あのうまく実装できるんじゃないかということをちょっと今、あの見積もりというか取っていましてで、えーと、そういったものに対して使う将来用ので、えー、と今回お話しさせていく FFT ではあ、この000と001のこの2つだけをあの利用しています。であと,の、えー、と、r i s c ブの16個の SIMD のアーキテクチャという話をしてさせていただいてるんですが、えーとこう 自体ではですね、えーと、まさにもうこちら、あのデータというか、えー、とどういうふうに接続してるかっていう関係図を表しているんですが、えーと、1つのリスク5のプロセッサーからあの6個の、まあ、あのこちらの 4×4 の例だと6個のパスが出てるようなイメージです。つまりあの3次元の,あのトーラスまでは、えー、と何,何とか実現しようということでですね。でこのケースだと 4×4、まあ、なので、あのハイパーキューブみたいな。 ものまで実装できるというふうになっていますが、なのでえっ、ー、とは一つの FPGA で計算するということに関しては、まあだいたいあのですね、えっ、ー、とまあ計算できるというか、あのうまくえっ、ー、とな効率を上げられるようなアーキテクチャにまあ、なっているのではないかというふうに今のところは考えています。 で,、えー、とでこちらはネイバーインストラクションということで、これ、データですね、あの交換するときにあの、使っているときには、こんなあのコードを使ってますよという話にあのなっています、えーと。でですね、実際、あのあそうですね、でこちらのほうにあの、こういうふうなファンクションの7ということで、えー、と加えて、実際のこのビットが立ったときにはあの、両方のデータをこう,うまく交換するというようなことを行っています。 でえー、とすみません、こちらがあの図で0、えー、の時ときと、まあ、1のときていうことで、まあ、何をしているかっていう話ですが、0、えー、のときていうのが、えーと、これが交換ではなくて普通の小 AMD のほうが、1のときとで交換するとこういうふうな形で,ですね縦、えー、と、まあ、立てて横とっていうふうな形で分かれてる ええっと、ベースはですね、ファイ5コアの方ですが、あのこれはあの、あれ、ここに書いてない、あの中国の方の、えー、とフリーのコアをあのそのままあの E D あの D03、ハミングバードというやつですね、えー、とコアを使っています、ファイ5のコアを使っています。 で、えーとまあ、パイプラインでの2ステージで出ていくことなので、えー、とそういった意味では、ここの,あのリスクブのコアについては、あのそれほどあの非常なんかすごく改良したかということは、特にそういったことがないんですが、えー、とただ、あのまあ、あのこちら使いやすいっていうこともあったので、えー、と今のところはこちらの E203 っていうコアを使ってですね実装しています。でこちらにについても将来的には あのもう少しあの演算のパフォーマンスを上げるっていうことで改良については考えています現在のところはこの E2035 を使っていますでこちらが実際の FFT のざっとのソースコードというふうな形になりますで、えー、と違いはですね何かというとあのこちらはもう DIMD っていうものの、えー、とその ソースコードになっているのですが、あの見ていただくと、に上にインストラクションストリームの0とインストラクションストリームの1というふうにこう2つまあ書いてあります。で、えーと、インストラクションストリームの0ロというものがだけであれば、基本的にはその SIMD の計算になるんですが、この灰色に塗ったところですね、あの2つ命令が流れていると思います、あの足し算とまあ引き算ということで、F ワードと F サブということであると思いますが、こう,こういった形であの流しています。 で、えっ、ー、と、マスクについても、まあちょっと見ていただくと分かるんですが、110001とか101001ということで、これ変わってるんですが、そのステージに合わせて、えっ、ー、と、マスクおよびそのデータの、まああの入れ替えみたいなものをちょっと変えるっていうようなことを行っています。で、えっ、ー、と、あとはですね、まあこれで、まあどれぐらい、あの、性能が変わるかっていうところが、あの、ご興味あるところだと思うので、えっ、ー、と、紹介させていただくと、 えとまあ、性能ですが、こちらの SISD というのがです、ねあの、ここはあくまでも、すみません、えー、と先に、えー、とこちらのグラフについて説明させていただくと、えー、とこちらのサイクルって書いてあります、まあだこれはどちらかというとあの命,命令数という形に、まあ、なっているんですが、DIMD、えー、と D D っていうあの今回提案したあの2系統の,あの命令を流すアーキテクチャと、それ SIMD というそれの一、まあ、つのバージョンと、あと SISD ということで1個の まあ、あのプロセッサーで、えー、とメモリを使って、であのそれがまああの実際にはあの 64, 倍のあの64個を使った場合64倍の時間がかかるので、それを64個割ったということで、まあ、正規化してあげたっていうのの、まあ、性能比較を取ってあげたのがこういった図になります。えー、SISD についてはあの、実はこういった形でちょっとまあ少なくは見えるんですが、あのメモリへの あのアクセスとか多少あったりとかして、ですねえと実際にはもうちょっとあのまああの時間的には長くなるっていうのはあるんですが、大体まああのこ,このぐらいというか、やっぱり SIMD でえと非効率な部分もあるので、SISD よりは SISD というか、普通の,あのプロセッサー、タイツプロセッサーの方がまあ効率としてはよくなっているっていう結果がまあ,あります。SIMD ですが でそれに比べてですね DIMD っていうのにすると、これはあのかなり SIMD と比較しても、あとは元の SISD のプロセッサーと比較しても、まあ、パフォーマンスというか、効率よく動いてるっていう話があります。で、これに関して、えー、とですね、えー、実際、あの回路量がすごく増えたら、これは意味がないよねっていうお話あると思うんですが、えー、回路量については、これはほぼ、えー、と同じで、それほど大きくなっていません。 こなんで変わってないかということに関しては、えー、FPGA 自体がやはりあのルックアップテーブルというかあのこれルックアップテーブル換算で計算していますがもともとそのある程度余裕のある回路となっているのでその余裕分をまあうまく使って、えー、DIMD が実装されているから SIMD とかと比較してもそれほどあの回路数としては 多くななっていだから、ある意味、本当のトランジスターで設計する場合にはちょっと分かりませんが、FPGA とかでパッと実装するには、SIMD よりも DIMD の方がいいんじゃないかっていうようなことを我々は考えています。実際、スケーラビリティということで、じゃあ数とか変えていっても、こちらは本当に変わらないんですかっていう話があると思いますが、これは1個、4個、16個、64個ということでですね、こちら実際、比較していっても、 えっと実際回路規模としてはあの全然えっとまああの素性に大きくなっているとかそういったことはまああの特になくですねえっと1個4個16個64個っていうのはちょうどそのえっと何個は載せたっていうのにをまあ掛けたらその数になるよっていうことで非常にまああの素直なあのアーキテクチャになっていると思いますで最後あのまあ簡単にですがあのこちらがですねそのじゃあどどこでそんなに DIMD と SIMD でえと時間が減ってるのかということで、ですねこの中の,あのどういった命令が発行されてるかっていうのの割合がこちらになります。SIMD の時には、これ、ネイバー65%って書いてあるんですが、こちらですね、やっぱりあの多いですね、隣人のデータっと DIMD に関しては、もともと半分に減ってるっていうのの割合だから、やはりその ネイバーコミュニケーションというのに介してかかる時間というのは劇的に減らして、まあ、劇的に減っているということが実はあります。よって、やはりそのあのこういった構成をとってデータ交換とかを効率的に行うというのは非常にまあ意味があるんじゃないかなと,、えー、と我々は考えているという話、あ我々は考えています。で、まあ、最後、えー、とこちらになりますが RISP5 の, RIS 5のまあコアで、えー、と簡単な FFT の計算。 といいううものを、まあ、あの実行ししましたという話でしたで大体そのまあ,あの約半分ぐらいですねあのえっ、ー、と DIMD の方が SIMD よりもまあパフォーマンス上げられてえっ、ー、と1個から64個までまあ実際には141664、えー、みたいな形ですがあの回路のサイズを見てもあの非常にあの素直にというかえっ、ー、とそのひ大きくなったら 回線の配線の使用量が大きくなってすごくその回路を送ってしまうこともなくですね、あの実装ができましたっていうような話があります。で、えっとまああの我々はちょっとこちらですね、あのもうちょっと、えー、やはりまあ今 AI とかっていう話もあるので、えっと応用としていろいろなものに使っていこうというふうにあの考えています。以上あの簡単ですが紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。 えー、質問等ありましたら、スラックの方にあげてください。すみません、私の方からじゃ質問なんですが、えっと、はい、DIMD、はい、SIMD、えー、えー、SISD で、えー、サイズがあまり変わらなかったと,、えー、とおっしゃっていましたが、これはあの配線 領域も含めたサイズということでよろしいでしょうか。とですね、あの配線自体についてはあのザイリンクスのツールの方でちょっとその何本使ったかっていうのはあの正確には見ることができないので、えっとこれは本当にあの回路の使用量だけになります。あはいわ、はい、かりました。 他に質問等ありましたらツイッターまたはスラック等でお願いしますあと2分少々時間、えー、お時間は残っております えっと、質問が来ました、えっと、DIMD カスタム命令は、アセンブラ期日で実行されたのでしょううかあはいあのそうです、えっと、現時点ではあの、ちょっとそこの部分がないので、あの通常のリスク5のアセンブリについては作るんですが、その後ちょっとこちらの方でマスク命令と、あのもう一つの命令については、自分たちを手でちょっと埋め込むような形であの実装しています。 ありがとうございます。えー、他に質問、えー、まだ1分少々あります、えー。えっと、私からじゃあ質問なんですが、えっと、 ディスク5コアで、えー、ハミングバードを選択した理由というのは何かあるのでしょうか、えっと、ちょっとあの今回の実装において、あ,のあんまりそのパイプラインダンスが多くなったり、もちろんそのパフォーマンスという意味ではそういった方がいいんですが、えっと、な,なるべくまあシンプルなあのコアから、まずはそのデータの,あのやり取りの部分について、えっと、データのコミュニケーションの方について、えっと、ちょっと研究というか。 あの全体をうまく利用するという方向で進めていきたいという考えたので、あのパイプラインダンスの少ないものということで、まずはハミングバードコアを使用したというところがあります。ありがとうございました